プレーオフという最高の舞台で、まあ、1回負けている間に相手にリベンジできて、そして決勝進むことができて嬉しく思います。あのセカンドステージの神戸戦で、あの大敗でうちは変われたと思っているので、その変わったヤマハで戦って勝つことができて良かったと思います。自分たちのスタイルを確認することと、相手がどうしてくるやってくるかっていうのをちょっと確認して、春から目指してきた優勝まであと一つなので、悔いが残らないように自分たちのスタイルを貫いていきたいと思います。